おはようございます。起きたらたこ焼きが200個届いてました。なんでなんでなんで、うん、なんで。俺朝お腹空いちゃってウーバーしたんよ。普通にスターバックスね、なんかサンドイッチとコーヒー、うん、で届いたなと思って鍵開けるじゃないですか。そしたらウーバーですって来て、うん、なんかやけに多いんよ量が。しかもやけにソース臭いんよね。うん、しかもやけにたこ焼きなんよ見た目が。うん、いやまあ確かにさ、俺さっき、うん、ツイートしたわこれ。たこ焼きって飲み物だから無限にいけるよねってツイートしたけどさ、うん、200個も届けてくんなよもう。おい、もうクソアンチがさ、マジムカつくってか、お前もうアンチじゃなくてさ、スタッフやん。俺の企画支えてくれやがってよ。うん、ありがとう。俺もね、あんなツイートしたからには、まあ、無限に食えるっていうツイートしたからにはね、200個くらい食えないとね、うん、食べていきましょう。いただきます。ちなみに言っときますけど、僕、アンチ銀だこですっていうのも2年前くらいにさ、地元山口に初めて銀だこができてさ、もう行ったよすぐ、うん、流行りに乗ってね、田舎のペーペーが。で、食べてみたんよ。あんま美味しくねえなっていうイメージがあるよ。じゃけね、2年越しに銀だこさ、食べてみて、たまたままずかっただけかもしれないんで、ちょっといただいてみます。爆発的にうめえ。え、うまっ。あの時なんであんな美味しくないと思ったんやろ。たまたま焼く人が下手やったんかな。え、普通にうめえこれ。これいけるわ。うん、それうめえか。日本代表するたこ焼きやしな。うーん、もうかやかこれサクサクな、これ。はい、ということで一瞬にして一つに完食。うまいし、やっぱこれ無限やわ。再確認した。うん、飲み物やわこれ。今回なんかいろんな種類が入ってますね。これちょっと見てみるか。まあこれが普通のたこ焼きで、これがてりたま、そしてこれがチーズ明太、うん、でこれがネギだこの4種類かな。うん、え、ちょっと待って、チーズ明太って本当に明太子好きなんやね。いただきます。これやばくね、見た目からしてやばいもん。これ明太子はね、世界を救いますから。いただきます。やっぱり、うん、明太子って世界を救うんよ。俺の中で明太子とチーズは世界を救うんよね。え、明太子とチーズ2つ揃っちゃうじゃん。これ銀が救います。これ、うん、もう世界どころの話じゃない。これほら、これビヨーン伸びる、ビヨーン。これ銀が救います。これ、はい、見て見て、これこの子見て、よくこの子銀が救います。うん、ほら挨拶して。うまっ。うまいけど結構1個がボリューミーやなこれ。まだちゃんとチーズ伸びますよ。あー、やべえ。いやね、マジ最近寒いし、女の子と家でタコパでもしたいな。よ、てりたま行ってみます。はい、てりたま、てりてりすぎやろここの部分。バカうまっ。バカやん。うん、初めてなんすよてりたま。え、めっちゃうまいじゃん。いや、女の子どころか友達とすらもやったことないけな、タコパは。本当に一人でこんなたこ焼き食っても物理的に温まるけどさ、人間としての芯の部分は温まらんよな。人と一緒に食べないとね、こんなタコ肌じゃね、温まりませんよ。人間の芯の部分はタコ肌じゃね。うん、うわ、でもうますぎるこれ。タコ肌で十分かも俺。うん、ネギダコってこれにつけてくんやろ。俺見たことあるもん。え、やばくね？ね、そういうさ、ギミックさ大好き。ディップするさ、その行為でまず美味しいもん。ココスとかさ、ハンバーグジューってやるやつあんじゃん、あれ、ね、あれが好きでココス行きたいもんね。ハンバーグよりもあの行為をしに行きたいっていうところまでありますからね。現代の世の中大変ですよ。やば、これにつけてくんやろ。これだっちゅうね。これにじゅわっと、うわ最低じゃんそんなん。うん、まあ順位で言うと俺の中で今全種類食べたけど、まあ1位、明太マヨかな。やばいもんこれ。2位てりたまかな。うん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 。で3位に普通のたこ焼き。うん、まっ。4位これないけど、なんかこれちょっとさっぱり結構しような。それはそれでいいんやけどね。俺的にはたこ焼き食うときはガツンきてもいいかも。
今26個くらい食った。結構いいんちゃうこれペース。ちょっとじゃあとりあえずこのネギダコをちょっとそのまま食べてみよう。うん、このままだとほぼ無味やな。これこの出汁あってこそですよ、これ。たこ焼きのこれ穴開けてさ、さらに吸わせたいよね、これ。噛んだ瞬間、中から吸わせた出汁がじゅわくるじゅわ。あ、これ一番いいわ。これ穴開けるべきですね、これ。穴開けて、めっちゃ吸わせてからの。4船、完食しました。これちょっと、つけてみるか、これ。うめえけど、こいつが一番お腹いっぱいになるな、これ。こいつが一番お腹太る。ってことでね、まあまあ、ちょっと気になったんでね、さすがにインスタで募集してみました。タコパするってなったら、150個くらいは食べるんですけど、こんな僕は今年女の子とタコパできますかということでね、まあさすがに女の子だとね、タコパしたいんで、俺できんのかなと思って今。まず、ハゲだから無理。はい、残念でしたー。いや、俺もハゲじゃないけね。ほら、これ見てみ。ちょっと前までは髪が長くてちょっとハゲっぽく見えちゃったけど。ほら、これ髪切ったらもう普通やろ。ふっさふさやで。え？ハゲじゃ、ハゲじゃないよね、これ。できませんね。どっち？できます、なに？できますえんねってことこれ。いや、できますでいい。じゃあ。できますね。はい。できるよな。できない。やっぱできないか。300個食うのは。カエル化がやっぱり。いや、でも俺300個くらいガチで食うけどな。タコパってなったら。止まらんもん、あんな。一緒に食べてやってもええで。21歳大学生、ディズニーキャスト。ディズニーキャストの裏側怖っ。表では、はい、どうぞ、こちらでーす。はい、はーい。ってやつに、なに？いざ帰ってタコパってなったら、クソなんだ、あいつ。今日の客は。クソ親父がセクハラしやがってわ。マジでよ。ふざけんねえよ。クソ変態親父。ってやっちゃうわけ。怖ー、ディズニーキャストの裏は。いや、でもそういうなんか、一面もないと人間せなくて怖いわ、さすがに。できたら今苦労してないやろ。ムカついてきた。何も言えねえからマジムカついてきた、ほんとに。突き刺さったわ、今、この言葉。確かにそうだな。もうストレス溜まってきたんで、ちょっと。やけ食いする、やけ食い、たこ焼き。うまい。どうでもよくなった、今の。たこ焼きは世界を救うわ。はい。あ、もしもし。はい。あ、母さんってさ、銀だこ好き？あ、じゃあ、出来たてじゃなくても好き？あ、じゃあ100個いる？100個。あ、でもさすがに100個はいらんか。あ、いや、いる。いる？うん。あ、いる？あ、じゃあまた、はい。じゃあ冷凍便でまたじゃあ送ります。はい。あ、よろしく。うん。よかったよかった。はい。あ、もしかしたら150個くらいになるかも。え？うん、バイバーイ。助かったー、助かったー。おい、誰だよ。たこ焼きは飲み物とか言ったバカは。結構今50個食って、腹13分目くらいやで。2分の。結構破裂しそう。銀だこって重たくね、なんか家で食べるさ、作って食べるたこ焼き。だったら多分もっといけるんやけど。え、銀だこ重いな。まあ、でも、てりたまとかある系か。うわー。まだいけるんで頑張ります。今50個ね。え、だって俺大阪旅行行った時に、結構一瞬で50個くらい食ったんよ。だけど、いけると思うんやけどな、もっと。ちょ、いけるとこまで行きます。冷めてもう中ちょっと固まっちゃうんやけど、出来たてってトロトロじゃん。出来たてやったらな、600はいけたな。ケビンいる？たこ焼き。うまいのにな。すいません。お腹いっぱいです。いや、誰だよ、飲み物って言ったやつ、ほんとに。もうさっきも言ったけどさ、もう出来たてで中トロトロなら飲み物っていうのはまだわかるわ。いや、飲み物でも200は無理やな。誰？本当に無限って言ったバカは。出てこい。
はい、ということで、たこ焼きは飲み物だから無限にいける説は、無理でした。